シンガポール陸軍の l g 1マーク2 105mm 榴弾砲 l g 1 1 0 5 m m 榴弾砲とは、フランスのジョットが輸出用に設計した 105mm 榴弾砲である。輸出を前提に設計されたため、フランス陸軍では採用されていないが、ベルギー陸軍、カナダ陸軍、コロンビア陸軍、シンガポール陸軍、大陸軍で採用されている。 第二次世界大戦以降、西側各国は NATO にて標準化された、合計 155mm のものを主力とするようになり、合計 105mm の榴弾砲は、主に第二次世界大戦直前にアメリカが開発し、対戦中もしくは対戦後にアメリカから供与された M101 が、標準的な榴弾砲となっていた。 冷戦中に登場した 105mm 榴弾砲としては、イタリアのオートメラーラ社が設計した、m o d 56パックハウザーやアメリカが設計した M102 などが挙げられるが、これらは軽量化を重視して設計されていたこともあり、射程距離などの性能面では、m、M101 からほとんど進歩していなかった。1970年代後半に、イギリスが開発し、 同国陸軍が採用した L118 軽量砲は、従来の 105mm 榴弾砲を上回る射程距離を有し、さらに1982年のフォークランド紛争において活躍したことからアメリカを、はじめとする20カ国以上で採用されたため、フランスとジョット社は、新型の高性能な 105mm 榴弾砲に、対する、 潜在的な需要に注目し、LG1 の開発を開始した。LG1 は M101 や M102、Mod56 などに代表される、従来の 105mm 榴弾砲よりも長い方針を有しており、これによって、従来の 105mm 榴弾砲を上回る、長射程を確保しているが、それによって、反動も強力なものになり、 反動を相殺するためのマズルブレーキを装備している。さらに、連射速度を向上させるために、汚染は半自動式で開閉するようになっており、装填すると自動的に汚染が閉まり、砲撃後に交代した方針が前方へ、また座する際には自動的に汚染が開いて、薬莢を自動的に排出する機構が備わっている。LG1 榴弾砲は、 1987年から設計が開始された。1996年に量産が開始されて、世界中に売り込みが図られたが、開発国であるフランスの陸軍で採用されていない。上に L118 よりも完成が遅かったため、すでに需要のかなりの部分を L118 が占めており、採用国は L118 よりもかなり少ない。 ベルギー陸軍の LG-105mm 榴弾砲。ありがとうございます。